ほふく系により広がった植物デズモスキーナススプラリス。かやつりふさかほふ系は植物において地上近くを張って伸びる茎のこと。ほふく枝。ソーデで枝とソーデで枝は異なるものであるが実際上、両語を明確に区別して使用される場面は少ない。ほふく系の節から新しい植物体が形成される。なお、ほふ系などで位置つながりになっている個体全体のことは ジェネットという、保福系あるいは総デーダは、節から低根、不定根を伸ばす点や、通常上方向ではなく、地面と水平に伸長する点などで、通常の茎と異なる。保福系と総デーダの違いは、新たに繁殖した小株あるいは孫株が、元の親株の持つ主根と同様の根を持つかである。子、孫株が根を持ち、親株同様に生育する場合には、 保福形と故障し、根を張らないか、張ったとしても髭根状の不定根のみしかない場合には、総デーダと呼ぶのが、学術上の定義である。しかし、これら保福形と総デーダの厳密な区別は、図鑑や百科事典などの記載においても、しばしば曖昧であり、前述の通り明確に区別されている場面は少なく、両者を区別することにどれほどの意味があるのかについても、大いに議論の余地のあるところである。 また、捕服系あるいは草デーダは、通常の茎に比べて、石管が長くなり、節から出る葉の数は少ない。捕服系や捕服系に似た形状の地下茎から生じる、植物体は、捕服系性の植物と呼ばれることもある。なお、地下茎のように地中にある茎を捕服系と呼ぶこともある。捕服系あるいは草デネによる繁殖は、栄養繁殖にあたり、 保福系から生じるラメットはすべて元の植物と遺伝的に同じクローンである。また植物によっては保福系を通じて同化産物などの資源をラメット間で受け渡すことができる。そのため、それぞれの個体がバラバラに生育するより効率的に成長することが可能となる。また、保福系などで核、ラメットがつながっている場合、あるラメットは光合成に特化し、 あるラメットは、地下部に栄養を貯蔵するなど、各、ラメットがその環境に特殊化した分業を行うことができ、それぞれのラメットで不足する資源を別のラメットから補うことも可能になる。カヤツリグサ属の一部など、捕虜系の一部を肥大化させて、海系を作る植物もある。ありがとうございます。